こんにちはナリオでございます本日は、えー、前々からね、えー、ずっと皆様との YouTube ライブの時にねお話をしておりましたあのインターネット環境ですねあの、うん、なんだろう前は電話回線をね、えー、通して、えー こうブロバイダーっていうねインターネットのブロバイダーさんと契約をしておりましてそれでそこから w i f i のコキをつけてもらったりしてもう配線がねごっちゃごちゃでねいつもお掃除するたびにねめっちゃそこがねあの嫌だったんですねもう今思うとねその状態を映しておけばよかったなと思うんですが。 <laughs> あのー、今回ね、えー、実はこちらのはい、えー、私あの有給モバイルをね契約してますので、えー、こちらの。お スピードワイファイホームファイブ G L の十二というのをね、えー、今回契約して購入してきましたので、そちらの紹介がてらいろいろと話をさせていただきたいと思っております。実はもうこの中身は空っぽでございまして、はい、あの入っているものはね、えー、もうあのワイファイのこうねコキコキとあとはあのコンセント電源を取るねコンセントとそれから あとはあの説明書そして SIM カードが入ってるだけでございましても中身は空っぽでも今現在ね設置済みでございます <laughs> なので後でね、あのー、この辺にちょっと出してそしてあと、のー、動画でね、あのーまあ、ラジオでねお話ししたいと思います。はいえー、こちらですね 私今回購入しましたのはビ,ビッグギガ放題ホームなんだルータープランっていうのでこちらのタイプですね最初こちらの古いのもお勧められたんですけど。 もう何でも新しい方が好きなのであの今回これがないということでね、えー、お取り寄せになりますということだったんで待ちますということで、えー、ほんの1日か2日待っただけで届きましたので、えー、早速あのビッグカメラさんであの手続きをしましたのでビッグカメラさんにこのコキをねあの取りに来ましたあ。そしてこちらですねあの L の12というタイプなんですけれど結構快適ですねもっと早くね、えー、こちらに変えればよかったなと思いましたあのやるまではちょっといろいろ不安だったんですねいろんな方の YouTube のね動画を拝見させてもらったりして、えー、スピードがどうとかねんだっけ、えー、こうくるくるね配信中にされたりとかいろいろ不安はあったんですね。 使っていてその、えー、不具合はどうなんだろうとかいろいろ心配だったんですけれど、まあ、やってみないと何事も分かんないということで、まあ、そのとにかくその配線をねすっきりしたいということでもうこのこちらのねだから余計なものが一切いらないということです。うなので ブロバイダーさん契約はあのうちでねちゃんと通信がうまく、ねえー、あのできるということが分かりましたので、えー、あの解約の電話を入れまして、えー、そしてあの電話もねあのその同時に契約をしてたので電話とそれからあ通信料ですねその両方を解約いたしました。であのその つけている機器をねあの取り外しで伺いたいんですがとおしはいもういつでも来てください全部取り外してありますので」ということでもう全部取り外しました取り外すのも大変でしたねなんせいろんな線がこう入りましてたので、えー、あのとりあえず全部外して袋の中全部入れていつでもね取りに来られていいようにあの置いてあります。あ,のあとね えー、まあ,あのそ,のそれに伴って私 UQ モバイルのね S プランというのに S じゃなくて M プランというのにね入っていたんですが S プランという本にあの切り替えました、うん、なぜかと言いますとあのやっぱり何事もこう私も年齢が、ね、年齢ですのでできるだけ無駄なあの経費を 削減ししたいいと思いまして今までは、えー、と2,000円いくらで2,800円ぐらいだったかなそれくらいのお値段で、えーとえー、15ギガ使えるプランだったんですね、えー、だけど外配信をするにはやっぱり必要なんですけれどそれぐらいはね毎月大体平均して7ギガぐらいは使っておりましたので。 えー、それはあの外でね配信を動画配信をするからですね YouTube ライブとかするからなんですね、えー、なのでそれを減らせば、うん、別にお家の中でね配信 YouTube ライブはすればいいんじゃないかと思いましたので。 えー、なのでもうちょっとコンパクトな契約にしようと思いまして、えー S、プランっていうのに切り替えました、まあ、そうしましたらかなり、えー、お値段がね節約できますし、えー、しかもブロバイダー契約も結構なね、えー、全部合わせて5,500円ぐらいだったかな <laughs> それプラスこちらの契約で8,000円ぐらいは払ってたんですね。 えー、なのでそれが今は、えー、全部で5,000円ちょっとですね5,000円ちょっとで、えー、済むことになりましたで、えー、そこのなんだろう UQ モバイルのほかに、えー、ソフトバンクのねエアとかドコムさんとかそれとかあのそういったルーターを購入して、えー、例えばなんだっけな 楽天モバイルさんのね、えー、シムを買って、えー、入れたりしたら安いんじゃないかといろいろ考えたんですがそうするとやっぱりメールが変わったりすするんですね、えー、またあのそのメールの手続きっていうの変わるだけなら問題ないんですがいろんなところにその変更しないといけないんですね。 もう今回の UQ モバイルに変えた時でも、ね、いろんなところの契約のメールアドレスを登録してますのでそれ全部切り替えないといけなかったのでえ結構大変でしたあそれでだいぶたってあここもしてなかったあそこもしてなかったということでもうそういった手間を考えるとであのどこのプランに切り替えてもあの大差はないと思ったんですね。あの楽天、えー、モバイルの あのギガ放題って2000それには劣りますけどただ基地局が、ね、あまりないということで、えー、そのなんだろう通信状況がどうかなという不安も安いのは安いんですけどそういった不安もありましたのでいろいろ考えた結果。 やっぱりやあのもう au さんで a u 有 q モバイルさんでねお付き合いしようと決めましたのでそれであのたまたまあのビッグカメラさん行った時にこちらが目に留まったのでご相談をしてこちらにあのいたしました、えーまあ、設置してあの変えてよかったと思いますねで何がこれがいいかと言いますとあの何でこれがいいかと言いますとね例えばね えー、このコキをですね。コンセント1個で使えるわけですよねえー。例えばうん、お友達の家に行って動画を撮ったりとか、あのなんだっけ？その通信環境のね操作をしたりする時に知り合いの家とかねえ、そのコキをコンセント外していって、そのコンセントだけお借りして差し込めばすぐ使えるわけですよね。ゆもうそこからあの wi-fi が飛んでるので、例えば旅行先の。 ホテルとか海外とかでも使えるんじゃないでしょうか。介護はどうなんだろう？聞いてなかったな。ちょっとそこは後で確認したいと思いますけど、あでも同じかな。結局はどうなんでしょうね。えー、まあ、とりあえずあのコンセントを。 さえあればそこに差し込めばあすぐ Wi-Fi がつながるということなので、えー、コンセント環境のあることだったらコキを外して持っていけばいいんですねそんなにね大きなもんじゃないですし軽いですしこの手の高さぐらいですね高さは見ましただいたいこれくらいでしたねここからここぐらいでしたねはい <laughs> 詳しいサイズを言えっていう話なんですけど うんここにね書いてありますけどねちっちゃくて私見えません。<laughs> だけどねあの快適でございます今のところね、えー、なのでもう少し早く変えればよかったなと思っておりますこれがあの発売されたのがあの去年の10月ぐらいだったんでしょうかね、えー、なのでまあね、えー、もう何ヶ月 その立ってからあその出た当時からずっと考えていたんですがちょうどねお仕事を始めたこともあってちょっとそちらがおすりお留守になってて考えることをねができませんでしたけれど落ち着いてきたらねやっぱりそこが、ま、落ち着いてきたらねそちらがやっぱり気になりましたのでで例えばあの一番いいのはお引越しされる時。 あのインターネット環境を皆さんすごく心配されるじゃないですかね、えー、なのでそれも,もうコンセントを外してもう持っていくだけであのすぐあの使えるので問題ないですねあとは引っ越してから住所変更なり何なりしたらいいだけでございますでまああのこういったねポケット w i f i っていう手もあるんですね外配信をする時はね、えー、それは例えば私が外で歩き旅をするとかね長々その を見せてそこを旅,旅行するというような時にはその時また考えてポケット w i f i をねお借りするなり使うなりして、えー、購入してまたクエアクをしてやってもいいかなと思っておりますのでまあ今のところはあの必要ないと思っておりますのでしばらくはこれでやっていきたいと思っております。ということでやっと思い越しをあげまして、えー、w i f i 環境 整えたというお話でございましたあ、皆様方いつもナリわの動画を視聴していただきましてありがとうございますまた目にかかりましょうなりわでございましたでははいここからは、えー、ナレーションで少しお届けいたします、えー、こちらが、えー、スピード wi-fi ホーム5 g の l 12というタイプのものでございます えー、設置してみてすごく邪魔にならないし、えー、あの軽いし、えー、そのこの本体そのものをねあの外してどこでもコンセントのあるところだったら使えるということで、えー、工,事工事は不要ですしあのすぐ使える、えー、でスマホとの接続もすごい簡単であの便利ですね。Wi-Fi の ホストリーム対応で快適な宅内ネットワークが接続環境になっております。まあこれ今後のね暮らしにつながる新しい形、日常に馴染むマットなホワイトということで、こうやって見てみるとね、すごく邪魔にならないし何気に馴染んでると思います。ちょっと逆光だったのでね、こんな風に。 暗く写っておりますけど見た目はすごく白くてマットな形で,ですごく軽いですね軽,軽量なので、えー、取り外して持ち歩きするのも,も結構楽じゃないかなと思いますね。えー、で大きさとしましてもあの五角形のこれ円筒になってるんです五角形の筒になってるんですがえー 大きさもそんなに大きくなくってちょっと手を広げた感じの大きさになっていますので高さもそれほどというほどでもないので、まあ、これは変えてよかったかなと思います。